西糸の編みぐるみの上端を編んでみようの第9回です。はい、どうも編みぐるみストの角田です。どうも。はい、まあ、そんなわけでですね、今回はミシン糸の編みぐるみの上端を編んでみようの第9回です。はい、まあ、そんなわけでですね、ウェタン編んでるわけですけども、まあ、ウェタンっていうのはこちらですね、このウェルシアのキャラクターですね、このウェタンを編んでいます。で、前回までがですね、前回がですね、あの体じゃなくて顔を編み始めて今こんな感じです。でですね、まあこれ頭から編んでるんですけども、まあちょっと続きを早速編んでいきたいと思います。はい、で今までの流れを説明しますと、耳とかはもう全部パーツは完成してまして、でちょっと顔に入ったっていう段階ですね。なのでちょっと編んでいきたいと思います。それで顔の形をですね、丸ではなくて楕円っぽく編んでいきたいと思います。これもここの隣に刺した。あれ。
よし。で、半分ですね。で、何段目だ？これが終わってまた次の段に入りますと。
一回ちょっとこれ失敗してるんでですね、ちょっと慎重にやってます。でこれだとまだ若干顔が小さいので、もうちょっとですね大きくしていきます。
よし。ってことでですね、何段まであるんだろうかな。6段か。まず編んでみました。はい。で、今こんな感じですね。で、どうしようかな。よいしょ。で、今までちょっと編んだパーツとですね、比較というか、耳とかをちょっと配置してみると、まあ、こんな感じになりますよね。なので、もう一回りぐらい大きい方がいいのかな。うん、よいしょって感じでですね、ちょっととりあえずちょっと今日はここまで編んだんですけども、もうちょっとですね、サイズを大きくしていきたいと思います。はい、ということでですね、今日も最後までお付き合いありがとうございました。はい、それではまたお会いしましょう。ではでは。